ただいまゲストに参加してくださる方、番組をやってくださる方を募集しております。いろいろと条件がありますのでお問い合わせください。 CM バナースポンサー様のご紹介です。お、そうなんですか。ペットサロンのうんぴ様、忘れてた。シンガーソングライターの平様、身につけるだけで体感アップ、テラスパワー様、ペットの複合施設 DC キャッスル様、バリバリバーガーのブラジルフレッシュ様、いつもありがとうございます。ブラジルフレッシュ以上のスポンサー様のおかげで八重洲テレビは運営できております。やってます、あの フラメンコじゃなくてサンバとかボクシングとか。ああ、なるほど。それとなんかサンバに若干興味持ってる人が。はい、皆さんこんばんは。アキラのようこそアポンの時間がやってまいりました。先週は大変失礼をさせていただきました。ですね、ムプロレーテーターですね、なんかようこそハポンって書いてあって、まあ、どなたかのリンクがですね、ハポンの歯は歯が H になっててですねなんですけど、これハポンってですねスペイン語なんですけどもですね、よくオランダ語だとこう日本のことをヤッパンとかですね、ジャパンじゃなくてヤ、あの J はヤって呼ぶんですよね。あ、そうなんですか。まあまあお互い様ですけどね、あの日本人は日本人で、あちらの方のことをこう南蛮人っていう風にですよね、南から来た、野蛮な人たちなんていう風に言ったりとかですね、言ったりとか、まあこう肌の色とかですよね、こう黄色であったりとかこう白であったりとかですね、まあまあお互いがお互いにこう言っていますので、まあ何とも言えないところではあるんですけどもですね、まあちょっとハポンっぽい話を最初にさせていただきましたけどもですね、まあ、あのすいません、風邪をこじらせて、しまいましてですね、なんていうかですよね、こうなんか今流行ってたのかなと思いますけどもですね、もう本当に今日5月の28日ということで、もう5月も終わりですね。僕が風邪をひき始めたのはだいたい5月の5日ぐらいですので、もう本当にこう1ヶ月ぐらい風邪をひいてしまっていたのかなっていうですね、一回治ったんですけど、なんですけど、あの僕ってこう風邪治るとですね、約1ヶ月ぐらいこう咳が残るんですよ。まあで、まあ、咳がまだ残るんだろうなと思ってたら、先週熱が上がり始めてというですね、まあ、ちょっとあの、まあ、文字通りこうダウンっていう感じ。でしたので、ちょっと泣く泣くですね、ということでした、大変失礼しました、ということでですね、ということでというかですね、まあ本当に5月はいろいろありました。あのさっきですね、あのうちのカラオケスタジオの話がちらっと出ていたんですけども、ちょうどどうですかね、大きさ的にここの部屋ぐらいかな。青木さんも来たことありますもんね、そう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 。で、今うちちょっとまあカラオケは全然いいんですけどまあそうなんですよね。あのまあまあ、あのうちの家もですね、かれこれ築20年ぐらい、この建物の20年っていうのはですね、一つのこう節目の年、まあ、10年20年っていうのがですね、まあ一つこう点検の年というかですね、なんですね。あのもう本当に20年経つといろんなところにこうガタが来てというところでですね、まあ雨漏りではないんですけどもまあ、あの水がこう漏れてしまってですね、本当にこう、あ、この電灯ぐらいの位置のところの壁がボーンってですね、もげてしまってですね、こう水がこう垂れ、ずっとポタ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 夜通しですよ、ずっとですね、もう朝起きたらそこのたらいとか用意し、たらいとかゴミ箱の大きいやつとか用意しておいたら、そこに水がこうもういっぱいになってるというのはですね、それが、5月の4日とかそのぐらいで、どうですかね、17か18日ぐらいまでずっとその水のポタポタが続いて、ですね、こうずっと原因を、どっからそんなに水が出てくるんだっていうですね、ですね、こう水道のメーターと、なんか水道からこう水が漏れてるんじゃないかみたいな話もあったんですけど、どうもそうでもないというところで、まあ上のこう、なん
まあ、断熱材とか、まあ、いろんなこう資材関係のところからこう水が漏れているような感じですかね。まあそんな感じでですね、もう結構大変なことに今実は今もなっていて、今工事中なので実はカラオケのスタジオ使えないんです。うん、でそうちょっと乗っ取れない、うん、乗っ取れないし、まあ、本当はですねいろいろこうイベントをやりたいんですけども、結構ですね大幅に結構かかるものがかかってしまうということ です、ね、結構大変な、そう、水が俺、まあ、普通に天井直せばいいと思うじゃないですか。下の絨毯もう水浸しで、実はですね、そこのスタジオの、まあ、ここまであるスタジオのところ全部こう実は張り替え、下の絨毯ですね、張り替えで、まあ、ちょっとエアコンの方にもですね、業務用のエアコンがあるんですけど、それもちょっとおかしくなっちゃって、で真下に実はピアノがあったのでですね、ちょっとそのピアノもおかしくなっちゃってというですね、もう、こう大惨事というかですね、もう本当に参っちゃいましたけどね、まあそんなところではあるんですけどもですね、まあまあそんな状態ということです。そうなので今日から工事が始まって、ですね、まあ多分6月5月中は使えないかなということで、カラオケ大会もしやるようでしたら6月入ってからと、何の告知だって思うんですけども、うん、はい。なのでまあ先週ちょっとガネーシャミクジ弾けなかったので、今日ちょっとですね、弾かせていただいたんですけどもですね、これ今弾いてる方いるんですかね、なんか僕と他に誰かいるかもしれないですけど、うん、あ、これもしかして今度からペイペイもできるようになるんですかね、どうなんですかね。ちょっと、はい、教室はダメなもんで、ちょっとやり方変えますって言ってました。あ、本当ですか。はいはいはい。うん、なるほどなるほど。うん、まあまあちょっとそんな経緯もですね。ダメになるでしょそれ。これそうなんですよ。ちょっといいですよね。小さい目、あ、小吉、またこう可もなく不可もなくというですね、あんまりこうこう番組的には面白くないやつなんですけどもですね。小さい目標設定で人生は充実していく。まあ大事ですね。まあこう将来こうなりたいとかですよね。どうですかね。こう武道館でやりたいとかないですか。前川明さんとかですね。うん、そう。まあまあ後ほどちょっとそんな話も少し芸能人とか話出てきましたので、ですよね。あるんですと思うんですけど、まあまあいきなりこう武道館って言ってやった人も静岡には実は一人か二人まあまあいるんですよ。いるんです。まあまあその話は後ほどと。いうことで、まあまあ最初はまあ武道館と言わずとも、まずはですよね、30人ぐらいの会場でいっぱいにして、そして今度は50人こう100人とかですよね、ってなってきたら今度は焼津の市民文化会館って、あそこ多分300か400 もっと入りますかね、ですよね、1500入る、ああじゃあ1500になってと、なるほど、ですよね、エントランスで、ああなるほど、ロビーコンサートみたいな、うんうん、ああいいですよね、そういう感じで、やっていったりとかっていう、こう小さい目標設定からだんだんこう大きくしていくというですね、感じがでしょうか、うん、そして願い事、焦らず後にかな、うん、焦るなと、これ僕のやつですけどね前川明さんに今言ってるけど違いますからねそうはい、焦っちゃう、さすが作った方は違いますね、言うことが、はい、そしてお金ですね、欲しいものはちょっと考えてから、うん、そうなんです、僕スペインに結構長くいたんですけどもですね、あちらの方はこう走ってからものを考える派ということなので、まあ結構気前がいい人がいるんですね、特に男の方、まあ地方にもよりますけども、まあ、スペインはですね、こう南の方に行くと割と気前のいい人が多いです、結構おごってくれたりとかですね、男よりも女性の方の方がですね、おごってくれやすい、おごられやすいです、おごられやすい、だから僕とか青木さんとか前川明さん行っても、まあ、男性におごってくれるんです、あんましですね、はい、こう女の子女性の方とかですね、うん、そうそうそう、本当そうなんです、うん、ですごく気前いいんだけど後から財布を見てこう後悔をするっていうのがスペインの方がですね、そういう、うん、人もいたりとかですね、うん、で逆にこう都市部の方、特に僕がいたところはバルセロナというところなんですけども、そっちはですね、まあ経済的というかケチというか、まあそんな感じなんですね、
そう、あのこれですね、スペイン行くと分かるんですけど、スペイン行くとですね、こう居酒屋さんみたいなとこ、日本でもあのバーってあると思うんですけど、まあちらではこうバルっていうふうにですね、今こうお待ちバルとかなんとかバルって実はあのバルから来てるんですけども、まああの飲み物を頼むと、まあお酒でも何でもいいんですけど、頼むとですね、まあ一品何かこう料理がついてくると、あた、まあ、ただでというか、まあ一応飲み物頼んだら一品何かがついてくると、お通しみたいな、うん、そう、お通しがですね、もうちょっと大きくなってます。うん、で、居酒屋さんによってはあれ、伝票見るとお通しも値段ついてたりとかするので、まあ、そこはちょっとまだ若干違うところではあるけど、まあまあ、ただでお通しが来るような、うん、そんなイメージです。で、まあ、一杯ずつ飲んで、それでこう、何軒かこう回っていくと、もうそれなりにたくさん料理が、うん、料理を食べてるので、まあ、それをこう、夕食代わりにっていう風な感じが、こう、スペインのこうバルというこう文化というところ。うん、そう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 、うんうんうん、はい、なので、今なんとかバル、なんとかバルっていう風になってる、そのバルっていうのは、まあそこからこう来ているということですね。あれってこう500円とか1000円とかそういう券で5枚とか7枚綴りになっててですよね、それで、まあ飲んで、で最近こうお酒ダメな方とか、まあその日がダメな方っていうのは、まあ期間限定でこうお土産バルなんていう風に言ってですよね、渡すと、こうお土産と交換とかですね、まあそんなあのシステムというところが多いみたいなんですけども、これがですねバルセロナに行くとですね、絶対ではないんですけど、かなり高い確率で飲み物頼んだら飲み物しか出てこないという、あ、そうそう、料理ないないです。でも南の方に行くと、南っていうとこう、まあ、マドリードが真ん中にあって、そこからこう南ですね、こうセビリアとかですね、セビリアの理髪師とかですね、とか、まあそういうとことか、グラナダとかアルハンブラ宮殿ところです。まあそういうところに行くと結構一品お料理がこう一緒についてくるというですね、いう、まあそういう感じです。もう全然違うんですね、はい、僕はバルセロナにいたので、あんまりこう気前のいいスペイン人の恩恵には預かれなかったということでした、うん、そう。そして健康、意識的に深呼吸大事ですね。そう、深呼吸、うん、こうなんか忙しかったりとかすると、下手したらこう息してないとかですね。浅いですね。はい、浅いっていうところがあるので、そう、深呼吸大事ですね。はい。そして、酸素が少ないそうだよ。はい。SNS。はい、SNS。そう、このおみくじ、ガネーシャみくじの特徴はですね、こう SNS っていうのが。ですよね、これこうなんか作り手の遊び心というかですよね、やっぱりこう分かってらっしゃるなというか、作り手の方は、まあ、今の時代ですよね、これ、インスタグラムとかなんとかとかですよね。で最近僕 TikTok っていうアプリをですね、はい、ダウンロードして、やってるんですか？やってないっす。やってるわ、触った。でそうそうそう、あれですね、結構面白いです。見てても面白いけども、まあよくあるこうイメージとしてはですよね、こうなんか高校生とか割と若い人がこうなんか踊ってたりとか歌ってたりとか、あとちょっとまあこう笑えるような本当にくだらないことやったりとかっていうイメージだと思うんですよ。ただですね、実はそうじゃない、そればっかじゃないっていうですね、結構こう富士山のそのすごいこういい写真をこう BGM 入れてこう載せてたりとかですね、旅行とかそういうのとか、そういろいろあるんですね。うん、本当になんかそういう踊ってたりとかそれだけだと思ったら全然違うというですね、あれなんか中国のアプリなんですよね、うん、そうそうそう、中国のアプリなんですけども、で、まあ、最近僕中国関係の方といろいろお電話とかで、ですね、まあ、東京のいる人ですけども、まあ、そういう、まあ、ちょっと商談も含めた電話で会議とかやるんですけども、TikTok で富士山かなんかを載せてってやったら、もう中国でものすごいこうヒットしてというですかですね、今風に言うとこうバズるっていう風なですね、状態になり、そして、まあ結果としてこうこっち行きそっち行ってみたいみたいな感じで、まあまあそういう動きがどうもあったというですね、ことだったそうなので、うん、そういう意味です。こういう使い方を僕は今考えてるっていう感じなので、あんまりその踊ったりそう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 、ああいうあれも SNS みたいなもんなので、ですよね。そう、うん、あります。写真の撮り方を学ぼう、これですね、大事です。そう、本当にですね、うん、そう、一つおすすめとしてはですね、皆さんスマホとかで、
写真撮られると思うんですけども、どうですかね、グリッド線って皆さん入れてますかね。あの線をこう入れ、あの iPhone とかの設定でですね、そう あれを入れて、でまあ大体こう 2つ線がラインがあって、縦もこう2つラインがあって、そうすると真ん中中央にですね、まあ長方形ができるんですけど、その4点のところをにこう主役というか、その写真撮りたいものの一番こう撮り、そのアピールしたいものをそのどこかにこう置いて撮るとですね、またこう違うんです。うん、こう普通にこう真ん中に、例えばラーメンとかそういう食べ物とかですよね、こう航空写真みたいに上からですよね、中央にってよくあるんですけど、それも悪くはないんですけども、そうちょっと角度を変えて、その、グリッド線のその4つの点ですね、そこにこう中央に持ってくることによって、その写真がですね、全然こう表情が違う。逆に僕の Facebook の入れてる食べ物の写真っていうのは、実は基本はそれをやっているんですね。それにまたちょっとプラスアルファというところでですね、そう写真講座とか、まあ僕カメラマンじゃないんですけども、まあやろうかなとか思ったぐらいですけどもですね。はい、恋愛まだ現れず。いや、現れなくていい現れなくていいです。うん、現れなくていいですっていうか、うん、まあ別に現れられても困っちゃう。なんでなんで、だって結婚してるからダメですよ。なんでまあ多分大丈夫ですね、僕は。なんだそれ。いや変な自信がある。そうそうなんです、これはですね、絶対自信があるんです。はい。そうそう、こう確固としたこう哲学というのがありますので、まあおいおい触れてきます。はい、旅行、慎重に行動、まあ大事ですね。はい、まあ、しばらく旅行はないのでですね結構さらっていきましたけど、そう、ちょっと時間もだんだん押してまいりましたので、学問、歴史に学ぼう、大事ですね。なんか歴史って僕言おうと思ったけど忘れちゃったまあいいやそう、結構ですね、その歴史、まあいろんな歴史ですね、まあ最近だとこう今川義元生誕今500年、今年はですね、というところで、どうですかね、今川義元っていうと皆さんどんなイメージですかね。こうなんか気を抜いてやられちゃった大名みたいなですね、天下を取るんじゃないかと言われて約3万人連れてですね、京都の方に進軍をしていったらですね、まあわずか2000か3000人ぐらいの当時の織田信長にですね、隙を突かれて撃たれてしまったという、まあそんなイメージでしょうかね。なんですけども、まあ実際はですね、こう文化的な面とかですね、非常にこう功労者であったというところとですね、まあ実はいろいろあるということだそうです。まあちょっとそれで割愛しますけどもですね、まあせっかくなので さっきの続きですね、今何分ぐらい、16分、まだまだ時間はあるですね。そう、さっきの目標じゃない、そうこの小吉の最初のところですよね。小さい目標設定で人生は充実してくるっていうところですね。割とこれ外国の人もそんな風に考えること多いんですけども、ですね、さっきこう武道館って話しましたけども、やりたいですか、武道館。やるのは簡単なんですよ、実は。ただ電話して武道館に電話して何月何日空いてますかって言われて、空いてますよって言われたら、じゃあそこを予約入れといてくださいっていう、ただそんだけのことなんですよね。でまあ武道館ぐらいのホールになってくると、まあ当然いろんな催し物イベントですよね、こう有名人とかそういうところもやってると思いますので、ですよね、まあそう簡単に予約は取れないとは思うんですけども、まあどうでしょうかね、ホールとかそういうところっていうのは1年前からの予約の受付、なので今日、5月の28日で明日5月29日ですので、明日の受付だったら普通は2020年の5月の29日の催し物の受付が解禁、明日っていう感じなので、明日の9時になったら武道館に電話して空いてますかみたいな感じでですね、でそしたらまたこう、いやそういう予約の仕方じゃなくてこういうふうにやってくださいみたいなこう指示をですね、受けますので、まあ、それにのっとってやるという感じ、意外と親切です、今のそういう担当の方っていうのはですね、
っていうことなんですよね。うん、そうそうそう。だからまあそんだけですよね。うん、だからあとはですよね、武道館ってキャパどんぐらいですかね、多分何万とかそんな感じなんですかね。いくらかかるんだろう、借りるの。そうですよね、借りチームがいくらか、まあ、まああとはそこだけですよね。まず空いてるかどうかで、いくらかかるのか、それに合わせてお客さんを呼ぶとか、ね、そうそうそう、お客さんを呼ぶのかと、っていうですね。ライブ TV でやればね、なんかそうですよね、ヤイズ TV ライブプレゼンツ、まあ、うん、全員集合みたいな。はい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 、って考えると、そうそうそう、あとは それに向けてのこうストーリーというかですよね、どんな感じで、っていうこと、うん、どうですか、さっきよりもなんかやれそうな気がしたとかっていう、うん、まあそんな感じですよね。いいね、うん、そうそうそう、で、まあそういうところですよね。そこでこう、まあ、今度はこう芸能人に会いたいとかっていうところもですね、静岡もセンチュリーホテルってこれ言っていいのかな、あの辺ですね、結構サッカーとかいろんな方がですね、泊まってるので、あの辺歩いてるとロビーとかですね、いるんですよ、うん、もう亡くなられましたけど、あの安岡力也さんって結構大きい、体の大きい、あの映画とか出たりしてる方はですね、僕はあの人にこう見かけましたからね、センチュリーの前でですね、うん、大きかったですよ。まあ、僕も体大きいけど、まあ、僕なんか全然問題ないぐらいですね。八重洲の駅前に前の海、うん、前あるけど、そう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 、絶対話しかけるんで芸能人、うん、おお、そうで、どっから来たのとか、うんうん、何やってんの、何やってんの。でこう相撲で言うと、この間ツインメッセで静岡巡業が実はあってですね、うん、で僕はそこでは用事はなかったんですけど、近くのとこ通ったら、相撲やる人ってこう回しってのをつけるんですよね。で練習用の回しって、あれそう簡単に実は洗濯とかしないので、干してるんですよね。ちょうどそのツインベステの駐車場のとこに干してあって、こう五栄堂ってですね、名前がこう入ってあってですね、多分五栄堂関 の練習用の回し、いい、うん、まあ、僕も実は相撲はやっていたりとかしたので、まあその辺の徐々は豪栄道何部屋ですかね、知らないです。いやいや、僕スカウトされたのは、ああスカウトされたのはですね、まあ某なんとか富士がいる部屋とかですね、すごい、はい、千代の富士とかそんなところとかですね、あとはちょうど静岡、あのうちの神社のところを拠点にしてたですね、まあ、あけぼのがまだ下っ端だった頃ですね、はい、そうです、がいたりとかですね、そう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 、うん、そうなんです。だから、まあ、僕もですね、こう今イベントプランニングということでやってますけどもですね、うん、まあ来年コメント入ってるタイムラインも見られない、すみません、あ、スマホ、あ、すみませんそう、だから芸能人ですね、そう、うん、はい、たらい、あ、石田さんありがとうございます。たらいがある、そしてか、そう、たらい、さっきのくだりですかね、あの、そう、たらいうちに、うん、あったんですよ。まあ、ちょっと小さいもんですけど、ね、はい。で、そう、かおりんさんですね、グリッド線ももちろん入れてますともということで、うん、結構役に立つです、あれはですね。うん、まあ、あと、こう、ホワイトバランスとか、意外とですね、iPhone、まあ、iPhone だけじゃないですけど、まあ、僕 iPhone しか知らないんですけども、まあ、意外と高性能なのでぜひぜひ使ってみていただけたら、あですね。で、まあ、あと来年になりますけど、またちょっと、著名人一人呼ぼうかなと、うん、最近ちょっと、仲良くというか、まあ、一応つながらせていただいた方でですね、まだちょっとオフレコです。多分皆さんびっくりされるかなっていうですね、はい、うん、特に男性の方はですね、びっくりするんじゃないかなと。で、見たことあるっていう方もいるし、いないかもしれないかなっていう。いつ発表できるんですか?まだ、ちょっとまだ、来年。まあまあ、来年、はい、イベント自体は来年入ってからにしたいとこですけども、まあまあ、近々でもありますし、そう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 、うん、あんまり女性の方はかもしれないけどっていうですね。だんだんあんまり言うとこう分かっちゃうのでですね、はいはい、まあまあちょっとびっくりするかもしれないです、その著名人の方はですね、
アキラさん呼べるんだっていう感じですね。いや僕もまさかそういうつながりが出てくるとは思ってもいなかったっていう方ではあるんですけどもですね、うん、というふうな感じに。嵐も来てるみたいじゃん。嵐ってあのジャニーズの。あ、そうなんですか。新幹線ハンターの時来てるみたいな。あ、そうですか。たまに、はいはい、教えてくれる。あ、誰って言えないけど、うんうん、それ系が来ます。はいはい、聞けば。そうなんですね。まあそういうの来たらどうなんですかね。たまにね、はい、撮影来る見かけるよな。はい、意外と使ってるんですよね。焼津もそうだし、あとはこうなんかウォーターボーイズとかああいう系のこう日本映画のところはもう静岡はですね、もうすごいいいです。ウォーターボーイズ焼津使ってるね、昭和通り。ああ使ってますね、はいはいはい、とかですね。あと僕の近所だとあの昔ビーバップハイスクールって、あれはもう本当に清水と、あとうちの近くもですねやりましたね、うん、とかですね、いう感じですけどもですね、うん、まあそんな感じで6時24分あと1分ぐらいで、まあエンディングということになりましたけども、まあとにかくですね、5月は風邪でずっと寝込んでた月だったので、まあちょっと来月から一気にですね、いろいろといろんな情報をお届けしていきたいなというふうに思っております。ということで、まあちょうどいいですかね、時間的に、うん、ということでアキラのようこそハポン、今週はここまでということで、また来週ですね、よろしくお願いします。次は6時半マイクアキラのマイマイマイキーズということで、毎度おなじみ、はい、あのアキラが続きますけども、よろしくお願いします。ではありがとうございました。